広重の版画と、例えば歌麿の版画の値段を比較するならば、おそらくは歌麿は広重の100倍の値段でした。で、この春信となると、おそらくそれ以上の値段です。で、そんなに高価なものを宮沢賢治がたくさん持ってたのかなという疑問があったんですけど、先日ちらりと清六さんの孫に聞いたら、きっと複製だったんじゃないんですかという話でした。でもこれは春信の版画っていうのはすごくちょっと色っぽいですね。これ両方女の人に見えるけど、片っぽは男ですね。こういう女性的な刀を持ってるのは男ですよ。でもどう見てもなんか女性に見えますよね。そういう版画を作る人です。これはね、まあここはね、18歳未満の人いないからよかったなと思ってます。